はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワープロサクセススペシャルやっていきたいと思います。今回は外野手作成のリベンジ編ですね。前回は波動高校で、やっていたんですけれども、ちょっと今回はパワー校でやっていこうかなと思います。で、基本的な編成は、まあ、前回の、外野手作成と同じなので、初期能力、こちらなんかいいやつがついてますね。で、イベントデッキの方は、同じですと。でね、パワーがね、G の16なんですよ。これちょっときついかなと。で、ミートも F の20で。で、総力アピールで、まあ、D あるのはいいんですけれども。なので、守備型の選手を作っていこうかな。まあ、経験点にもよりますけれども。で、まあ、本当だったらね、肩精神理論で、行きたくて、精神を入れたいんですけど、別に精神キャラ持ってないんで。疑似肩精神理論ですね。で、アイテムは、お守りと、招きになってます。じゃあ練習の方やっていきましょう。どうしようかな。まあ2人いるんで守備からやっていきますか。ちょいとね、滝本と潤さんの初期評価が低いんで、まあ上げてはいきたいんですけど、まあ今回ただね、いいやつ持ってるんでね、それなりに早めにタッグが組めれば嬉しいかなと。どうしようかな。これは友沢かな。潤さんはね、ちょっと悪球打ちとかをね、潰しておきたいんですけど、さすがに経験点がね、全然足りてないんで、まあ監督もいるし、友沢と練習をしていきましょう。一緒に練習か。コツが欲しかったな。で、騎馬妹は体力を回復してくれるんで、まあ、他の高校に持ってきたとしてもかなりでかいですね。30も回復するんですよ。これめちゃくちゃでかいっすよね。ここからのつくもで。ちょっともったいないけど、まあもう体力全開っすね。で、また練習をやっていけると。ちょっと微妙な感じだな。どうしようかな。滝本の評価上げていこう。いいやつだと10も上がるんだ。これって滝本の評価上がったっけ。ああ、上がるね。さて、コツが来てますね。ああ、ここ3人いるな。さすがにこれは騎馬妹を追うよりは評価を上げつつ、コツ、うん、流し打ち、まあ、流し打ちもね、騎馬妹の芸術的流し打ちが入るんで、どうしようかな。一回精神をやるか。まあ本当はね、肩精神理論っていうのをね、やりたいんですけどね。どうなの、肩精神理論って。やったことはないんですけど。あ、いいね、騎馬妹もいて、つくもの流し打ちは潰しておきましょう。取ったんで3で OK。 まあ基本的にパワヒアベヒ降格以外は3で潰しちゃっていいと思いますね。あとはコツの取得状況によっては、まあパワヒアベヒ降格も3で潰していって全然問題はないと思います。まあ、最初のうちのね、このやる気アップっていうのもかなり役立ちますからね。特にパワコはさっきのスバルのイベントで1回やる気が下がっちゃうんで。で、基本的にはあんまり休みは使いたくないんですよね。タックが来てるね。お、なかなかいいね。滝本もね、ちょっとタックの率が悪いけども、筋力アップがそこそこあるんで、まあ、肩とかに来ても美味しいでしょうといったところですね。最後も練習効果アップ持ってたりするんで、やっぱこういうのがね、重なると経験点は結構伸びますよね。あとちょっと騎馬妹の評価が気になるところだけど、潤さんの金徳1回目ですね。まあ、潤さんがね、金徳確定なんで、まあ、絶対高速レーザーは手に入るっていうところがでかいっすよね。で、ここで体力を回復してくれれば OK、 いいね。騎馬妹、騎馬妹、どこ行ったお前。遊んでんじゃねえだろうな。7% か。どうしようかな。やっちゃおっかな。それとも、精神もな、ただ誰もいないからな。こ
ここで次な騎馬妹が来てもちょっと微妙だな、今回微妙だな、ちょっとメンタルやっちゃおう。で友沢の金徳は切ります。これもね体力持ってかれるんですよね。その割には切って経験値が少ないっていう、まあいいかメンタルで。でこれで評価が上がって、いいねいいねいいね。敏将もねちょっと欲しいっちゃ欲しいけど、まあ体力を回復しておきましょうか。体力を回復しつつポイントが上がるっていうのはでかいですからね。こっちか、ちょっとこれは真ん中でいきましょう。評価を上げると、彼女になってればね評価下げてても経験点を狙いに行ってもよかったんですけど、まあ一番上を選ぶと評価が5下がるけど経験点80入るんでね、めちゃくちゃでかいですよね。ジュンさんがコツ来てるんで、まず悪球打ちは潰して、でムードもねあるんですけどね、どうしようかな。友沢がねムード丸くれるんで、レザービームはもう25で潰しちゃおう。ムード来ないことを祈ろう結構コツはね多いんで、ジュンさんはムードが来ないことを祈る。まあこういう勝負もね必要っすよね。来たねムードそんなもんだよでまあ騎馬妹の告白も来たんで、まあいいでしょう。今回はねやっぱりね精神がね足らなくなるんで、精神使うものはねなるべく割り引いてから取りたいんですよね。で一応ムードも友沢のイベントが来るまでは置いておきましょう。まあ、それかジュンさんが来たらもうムードは潰しちゃうんですけど、あ友沢はねイベントがちょっとね微妙なんですよね。でここのねスバルもなんかよくわかんない能力っすよね。あれ全然打てない、やばいやばいやばいなんでフォークとスライダーなんだろうっていう。あれこれも入ってくるよね。あやべえなこれ、いやマジで打てないぞマジか、いやこれはちょっとこれはちょっとひどいな、これ打てないとどうなの。いやポイントがしょぼいだけか、まあいいや。これは美味しいね。友沢かどうしようかな、肩骨とかも欲しいからな。監督もいるし体力を回復しつつメンタルだな、やっぱりどうしても精神は必要になるんで。うんパワヒが来たね。まあ状況によってはパワヒも潰すけど今のところは置いておきましょう。でうどんはこれ何選べばいいの、とりあえずいつも練習につけようにしてるんですけど、まあ10上がるんでね技術ポイントが。どうしようかな、ちょっとやることがないけど、ジュンさんの評価を上げとくか、スカウトもいるし、例としてもね良かったんだけど、いかんせんジュンさんの評価がな。まあスカウト10ポイント手に入るんで。あれお前スランプだらけだなうどん、これメンタルは美味しいっすね。ジュンさんもいるんで、どうしようかな、パワヒを潰すか、筋力が全く足りてねえな。筋力が足りてないな、いいや残しとこう。これでジュンさんタッグ組めるようにはなったかな。あまあ経験点か、経験点も結構美味しいっちゃ美味しいんで、よし筋力ポイントが
溜まってきた。おいいね、つくも。ここでの体力回復はでかい。まあ、ほんのたまに失敗しますよね。お、そこからの、いいね、このタッグは。騎馬妹もいるし。さてさてさて。ジュンさんが来たんで、もうさすがに、ムードは潰しちゃいましょう。あとは 9% っていうね、微妙な数字だからね。うん、危ない危ない。ほんと怖いよな。一桁でも怖いからね。練習か。序盤はね、やっぱりコツが欲しいっすよね。てか、ここでラブパか。これは多分体力削られるよね、やっぱり。で、どうするか。てか、これでも体力削られんな。やばいぞ。せっかくのラブパなのに。おー、そして94% とか。もうちょっと今回のラブパは無駄になるけど、しょうがない。まあ、騎馬妹は体力も回復しつつ経験点ももらえるんで、もういっけ。これはまあいっかじゃないよ。いやー、ついたかー。ラブパ中にラブパ中について、もうちょっとな、遅ければな。これどうすっかな。一回サボったらもう直そう。一回サボったら直します。ちょっとね、ストレスがたまるんで練習をサボると。ここはちょっとデートですね。いや、ほんとね、サボり癖厳しいっすよね。まあ、すぐ治ってくれれば一番いいんだけど。で、12月の2週になるのかな。まあ、これは別に練習付き合ってもさ、サボり癖治るわけじゃないよね。まあ、毎回回復させてるんで、ちょっともったいなかったけど、騎馬妹がいたらちょっと直してもらおう。頼むぞ、騎馬妹、頼む。いけてる？おお、いけてるね。いいね。さて、ここはもうクリスマス前なんで練習をしましょう。流し打ち取ったんだっけ。流し打ちとレーザービーム取ってあるから、あとは別にハイボールヒッターはね、まあ取れたら取れただっていう感じでいいんで、サイガの方に行きましょう。そうか、ラブパ中だから体力があんまり減らないね。もうこれムード丸取ったからね。何がいいんだろうね。火をつける。そうだ、体力減らそう。体力を減らして経験点を取るって言っても、あんまり経験点美味しくないからね。どうもね、友沢はイベントが微妙なんで、イベントが微妙な上に金徳の成功率も少ないっていうあんまりね、いい感じじゃないんですよね。いやー、騎馬妹は優秀だな、本当に。お、これは、おお、いいね、いいね、いいね。ちなみにこっちは滝本か。こういうのってどっちが来るの？この、びっくりが重なった時の優先順位が全然わかんないんですよね。一応、最下か。パワーヒッターか。パワーヒッター潰しておいてもよかったな。まあ、だからあとはダブルタック、トリプルタックが何回来るかっていうところが一つポイントですね。せっかく3枚入れてるんで、そこが発生してくれないとあんまり意味がないっていう。さあ、世界が平和になってくれ。あと、ここ頼むぞ。お、いいね、大吉。で、コツも来てるね。ワンタックか。だったら騎馬妹もいるんで、ラブパ狙いの滝本ですね。滝本の場合は体当たりはもうコツなしで潰しておきましょう。パワーヒアもう5になってるから取るか。さて、頼むぞ。
チャンスか。チャンスはやっぱ5欲しいっすよね。もう評価上がりきってんのか。ちなみにこれって能力関係あるんですかね。成功失敗、滝本は成功失敗が絡んでくるんで、どうしようかな。パワー上げとこうかな。16筋力ポイント378でどこまで持ってける。 D、 ギリギリ D いけないか。まあいいや、とりあえずお出かけしてデートっすね。ここはで、あとはバレンタインを見据えつつ体力を調整していくと。次が体力回復がないんで、ちなみにね、キバとの勝負はしないっす。もう負けると全てが台無しになるんで。いやーこいつも本当頭悪いよな。野球バカだからな。で、一応ちょっとパワー1上げといて。いや筋力足りないなこれ本当に。あ、滝本が来てる。うーん、肩スカウトか、どうしようかな。滝本はね、率があんまり良くないんで、40でしょ、で26でしょ、でうまくいけばスカウトのイベントが発生するから。でもね、ラブパを狙うっていうのもね、ありなんですよね。うーん、ラブパを狙おう。まあ、やる気もちょっと1段階下がってるし。何にもない。でこれでじゅんさんの2回目と。これは黙って見守りましょう。別にスバルの評価を上げる必要はないので。てかつくもの筋トクが進んでない気がするな。ここも筋力があるか。メンタルは誰もいないんで筋力を稼いでおくか。勝負だ。やべやべ、強いよね。毎回勝てないんだけど。でこれは体力減らないはずなんで、うん、減らないよね。よしよしよし、まあ少しか。まあ一応豪快な方がいいかな。パワー伸びなそうだけど。いやこれはもうちょっとメンタルかな。無理でしょう。てかメンタルっていうか寝てもいいよね。で寝てバレンタインもらって体力が全回復するみたいな、そんな流れだな。うん、いい感じの体力量ですね。これも確か30とか30だよね。これで一応まあマックスに近いと。で肩は1人だから、こっちに行きましょう。こっちにで合宿があるんで、次が3周。お、ここででも回復してくれるのはでかい。でコツがあるから、まあ、肩を練習しておきましょう。広角はねやっぱ欲しいんだけど、固め打ち5050か。筋力50使うのはちょっと痛いからな。まあ固め打ちでもいいか、最悪。うん、固め打ち。ここは体力減らしたくないんでなだめとこう。精神が13と。本当にね、何とも言えないよな。どうしようかなこれ。メンタルやってちょっと厳しい体力だけど、固めはもう潰しておきましょう。万全に休むか。特にメンタルやってもあんまり美味しい感じじゃないんで。お、これでじゅんさんのイベントが終わりましたね。レーザービームじゃなくて高速レーザー、どれだけだ。普通掴んだ、いいね。っていうかさ、体力減るんだあれ最後。危なかったな。メンタルやってたらちょっと合宿が厳しかったね。スカウトもいるのでここに行きましょう。タックがな、今のところちょっとダブルタックが発生してないからな。でここは別に小筆が変わろうが変わらないがどっちだっていいんで、
どっちだっていいっていうか、まあ体力を回復させる方向で行くんで。滝本サイガメンタルで回復させておく。回復させるか。ちょっと合宿も微妙な感じだな。これで骨格が来たんで、あとはな、うおー本当に微妙な合宿になってしまった。どうしようかな。監督評価でも上げとく。さてここからの肩、おお2人来たね。よしよしよし。やっぱダブルタックになるとだいぶ違いますよね。これが3人重なってくれるとすごい嬉しいんだけどね。オーケーオーケーオーケー。ここでまたよくわからないで減っていくのも悲しいからな。お、いいね。まあ1人だけどコツが来てるんで、ジュンさんちょっと初級が欲しいんですよね。1級入魂を取るために。まあかといってね、早急をね2回コツなしで潰すのは無理だからな。とりあえずハイボールヒッター取っとこう。で高速レーザーはまだちょっとつくもが来てないんで、つくものイベントがどうなってるんだ本当に。 8% か。頼むよ。よしよしよし。ほんと怖いわ。早急か。やっぱね2回取らないといけないやつはレベル5で取りたいっすよね。これは肩、おいーダブルが来てるけど、これはさすがに無理だな。ちょっと無理でしょう。デートでもな、体力が回復しないからな。次のやつは休もう。で何にもなければ、おい監督の評価下がったよ。デートをしていきたいんだけど、削られるね。体力削ってくる割にはあんまり入らないっていう。筋力が欲しいからな。筋力22。まあワンタックだけど一回やっておきますか。で次をデートして、お、いいね。ストレッチきた。すっかり忘れてたよ。このストレッチもいいよな。ほんとすげえ優秀なイベントだよね。お、いいねいいね。早急か。早急どんだけ、19の25か。悩むな。今5月だっけ。もう5月になるとこだよね。どうしようかな。肩もな、肩骨も来てないからな。とりあえず今回はこのままいきますか。早急骨か。まあこれででも早急は確実に潰せるようになったんで。代打か。今の能力で打てるかちょっと能力を上げていきますか。そうするとミート E は欲しいよね、どう考えても。で一応パワーヒア持ってるのか。広角は取っておきましょう。で早急も取っておきましょう。こんなもんかな。よーし行くぜ。カラスマくんもね、まあそれなりのピッチャーなんで、代打できちっと打っておくのが重要っすね。いやスバル戦ではねヘナチョコの状況をお見せしてしまったけど、まあ見事代打をものにして、よし。そうか、サイカがこっちに来てるのか。頼むぞ。おー、ダメか。これね体力をね持ってかれるからね。ここはデートをしましょう。でちょっと騎馬との勝負は避けます。お願いします静香ちゃん。
てかさ、別にさ、そこまで妹を気にするさ、お兄さんとかいなくね別に。あー、友沢これやりたいな、肩骨欲しいな。阿部って今いくつだっけ。ゼロか、ゼロは無理まあどっちでもいいけど、怪我しないってことがまず大条件だからね。よし、さあ来い、肩、よし。あとはね、肩が来ないことなんだよね。っていうか、つくものイベントマジどうなってんだ。ようやく1回目か。でもまあ他のイベントは結構消化してるはずなんで。ここは特に何にもないんで、ちょっと寝ますか。お、いいねいいね、小筆ノート。まあ、小筆ノートは基本的に短所を伸ばしていけばいいんで。肩か俺の短所は肩か。これで滝本のイベントも終わりですよね。いや、結局1回も成功することはなかったな。で、肩が、肩1人だけど滝本と才覚が重なってるんでかなりいいっすね。で、つくもは別にもうコツはいらないんで、友沢のな、阿部比欲しいけどね、どうしようかな。ちょっとこれもまあ美味しいっちゃ美味しいんだよね。 6% と 11% か。なんか微妙な微妙な怪我率で動いてるな。うーん、これ行こう、やろう。よし、いいね。てか最後のデートができない。これね、20増えるのはいいっすよね。このスピッツ先輩のイベントもね、よくわからんっていう。まあ普通のイベントっすよね。体力が減るわけでもなく。6月の1週だから、ちょっともう一回寝る羽目になるか。いけ、危ない危ない危ない。よしよしよし。まあ別に井戸端は大したことないんで。どうしようかね。ここはデートをしておきますか。ダブルタックが今のところ1回か。ちょっともう少しダブルタック、できればトリプルタックっていうのをやりたかったけど、まあ芸術的な数値。お、いいね。まあ小筆ノートがちょいちょい発生してくれるのは嬉しいな。まあ短所と、今度守備になってる。さあここで、あー、そっか、もうレーザービーム取っちゃったんだ。まあでも成功したからいいでしょう。肩一人だから、ちょっとここは無理はしないで。これで本当だったら、そうか、レーザービームは置いといてよかったっすね。先に取っちゃったけど、つくもの金徳失敗するとレーザービームをコツがもらえるんで、潰しておくたのはちょっともったいなかったっすね。で、あと基本的にもうちょっと何にもない時はメンタルをやっていきましょう。精神がね、これ多分足んないんですよね。勝て矢部くんマジ強えな。あとは試合でどこまでいけるか。スバルが炎上しなければいいんだけどね、簡単に言うと。滝本か、まあ、これはやっておきましょう。スカウトもいるんで。ミートってどこまで上げられる。 D になるで、肩はもう3で上げていいでしょう。とりあえず肩は C 欲しいよね。で、守備も D にしておいて、呼吸も上げて、うん、補給 D にするとやっぱり精神だよな。で、そこから滝本と練習をしましょう。うん、筋力か。阿部比が手に入ってないですね、阿部比が。キューバかマジか。サクッといって、やっぱパワー C ないときついか。
OK。 まあ高速レーザーがあるんでね、肩を A にはしたいっすよね。できれば S 欲しいんですけど。モモセ、ここ結構ねピッチャーがねいろいろいるんですよね。お、満塁だ満塁。うーん、フォーク、なかなかね、しまった。もうちょっと下だったか。まあいいや。内野くん、結局ホームラン1本かな。マックス点欲しいな。もう1本ホームランが必要だけど、意外にね最初の方向も変化球を投げてきますからね。アプリの場合だともうほとんどストレートなんですけど、サクスペの場合は結構変化球を投げてくるっていうところが辛いところっすよね。あとはちょっと何にもないときは誰もいねえな。メンタル、孤独にメンタルを練習するか。それこそメンタルの鍛える意味があるといったところだ。一人か。うーん、どうしようかな。スカウト評価も上げたい気もするけど、悩むな。精神がな足らなくなると思うんだよね。かといってな筋力も足らないからな。アーティストを取るのに100いくつかかりますからね。まあ、せっかく滝本の金徳成功したんでアーティストは取りましょう。で、あとは波動高校に勝てるかどうかだな。ここめちゃくちゃ重要ですからね。アーティスト取って、スバルがね炎上しなければいいんですけどね。スバルはめちゃくちゃ炎上しますからね。本当に炎上やろうっすよ。まあ、今のところ全然大丈夫だな。まだ2回だけど、爆速ストレートは基本的にはボール1個分浮かして狙うっていう感じですかね。もう基本的に俺は爆速狙いですね。変化球はだから打たないです。最初はね爆速ストレート打つのめっちゃくちゃ苦労しましたよね。基本的に0安打とかありましたからね。これは狙わないですね。まあボールだったけど、ここをボール1個分、さすがにさすがに7点取ってれば大丈夫か。まあダメな時もあるけどね。で、あとはどこまで勝ち進めるか。ワンタックか。ワンタック 14%、 ちょっと厳しいね。安全に行こう。もうせっかくここまで来たんだから。おお、矢部くんに勝った。メンタルってどうやって勝負するんだよ。妄想力かな。どうしようかな。やっぱ筋力かね。そうするとオーケーオーケーオーケー。石壁か。まあ石壁もマチェットも、まあ、自分の中では大して変わんないっすね。アイテムじゃなくて能力、パワーは C 止まりになっちゃうかな。とりあえず肩を上げられるところまで上げてみましょう。うん、 A にはなって、あと守備力もやっぱり欲しいからね。守備 B までいくかな。OK。 で、走力もな、本当はな C とかにしたいんだけど、あとはちょっと試合で活躍しつつ経験点がどこまで伸びるか。だからもうパワコは基本的にスバルが炎上しないことっすよね。もう1点取られてさ。あ、しまった。さあ勝ち越しのチャンスを迎えました。ワンアウトランナー2塁という場面で、これはちょっと見ましょう。最初のバッターボックスはセカンドゴロに倒れています。あー、シュートか。やばい、これはやばいぞ。3点取られてるからな。ツーアウトランナーなしという場面で中根、今日は結構変化球投げてくるね。次の投球、
投げました。絶対痛烈な当たり。ピッチ行かなかった。セカンドへ中根通面。うわあ。これは負けたな。しても得点を挙げたい9回です。今日ツーベースを打っている中根。いや、俺が打てなかったのが原因だな。波動高校は調子良かったけど。だから甲子園まで行けるか行けないかっていうのがめちゃくちゃでかいっすよね。ここは何位だろう。3位くらいかな。3位か。で、まあここでも経験点は手に入るんで、 S に行くかどうかっていうところですかね。そうするとキバイモートは本当優秀ですよね。今出てる彼女の中ではせっちゃんがねまだ出てないんで、じゃあちょっと開けていきましょう。じゃあ総力も C にしますか。で、やっぱ2と C にしよう。さて、補給を C にするとちょっときつくなるかな。アベレージヒッターは取れない。芸術的な出し取ってなかったか。一球入魂取れないな。まあしょうがない。チャンスメーカー取って、せっかくだからチャンスは1個取っておきますか。で、弾道3にする。弾道2でもいい気がするんだけどね。どうしようかな。特殊能力なんか取れるもん取りますか。ヘッドスライディング、ゲッツー崩し、内野安打とかどうなの。右バッターで足が C だからね。そうするとパワーっていうか筋力がダダ余りするな。かといって筋力使うものは特にないから、とりあえずヘッスラ取ってパワーをちょいちょい上げますか。うん、まあこんなもんでいいでしょう。でいくつだ S97 か。ちょっと100は欲しかったけど、甲子園1回戦負けっていうのが厳しかったですね。で OK と。はい、というところで、まあとこんな感じの外野手になりました。金徳は3つ、アーティスト、芸術的流し打ち、高速レーザーといったところですね。甲子園1回負けというところがちょっと厳しかったので、まあ最後までいければもうちょい伸びたかなと思います。じゃあ今回はこれで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。